知恵袋でこちらのご質問を見つけました。 C 言語スイッチ文についてということですね。 C 言語初心者です。スイッチの使い方を勉強し、何も見ずにスイッチを使えるようになろうと、繰り返しの4の使い方の練習も兼ねてプログラムを書いてみたのですが、うまくいきません。なるほど、そういうことでプログラムをお書きになったんですね。こういう感じでね、つまりただ10個の文字を入力させるだけのコードなのですが、実行しすべての入力に U と打ってみると、こんな感じで U1 回の入力が終了しました、2回の入力が終了しましたと2つ置きの入力になってしまいます。また X 回の入力が終了しましたは最後の X イコール10の時のみ出てくるのを意図し作ったのですが、毎回出てきてしまいます。原因を教えていただきたいです。こういったご相談です。動かしてみますよ。 U と押してエンターをあれですよね、入力なさってるということでしょう、これ。U とエンター、2文字入力している。そういうことですね。それから、この X 回の入力が終了しましたは、最後の X イコール10の時のみ出てくるのを意図し作ったという、こういうお話で、毎回出てきてしまう。その原因ですね。これですよね。10の時のみというとこうでしょうか。こういう。ここにありましたんでね。そうするとこれ4文の中にありますので10回毎回出力されます。なので10の時のみ、ケース10の場合のみということでしたらこう。このようにするととりあえずいいわけだけど、ゲットキャラでそのエンターというところがあれかね、引っかかってらっしゃるというふうにどうも思われますんで、このゲットキャラじゃないものを使うとエンターなしでいけますよ。コンソール IO.h って書くでしょ。で、ゲットキャラの代わりにゲット CHE エコーバックすると、こうしてやるとさあ動かしてみましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 いいですね。エンターなしでいけました。ではお話をまとめましょう。まずその2つ置きの入力になっているという、そこはですね、今直しましたようにゲットキャラですとエンターの入力を待ってるんですね。でそれからこれですね、何々回の入力が終了しましたという、この記述は10の時 X イコール10の時のみ出てくる、10の時という、10の場合、ケース10、ここに書くという形になります。じゃなくて最後のところでって、そうであれば、4文の後という、こういうね、4文の後に書くっていう手もありますよ。ありますが、10ではなくて、11って出ちゃうね、これ。ね。事実と違っちゃうね、これ。11回。で、なんでなのかと言いますと、N が11より小さい間はぐる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 回りますよ。4分いつ終わるんでしょうか。N が11より小さかったら、ずっとね、続けますから。11になったら、11未満は成立しません。11になったらね。じゃあ終わりだね。4文は N が11になったら終わりです。11です。では解決方法です。ここでね、
N-1、まあこれも一つの解決方法となるでしょう。一応ね、まあ10の場合に限り、最後という意味じゃなくて10の場合に限りであればここでいいわけですよ。ここに書いちゃえばね。ですけれども、最後にループが終わった後となります場合は、この条件が不成立になったところで終わってきますんで、11未満じゃなくなったところ、つまり N が11になったところで終わってきますんで、そこだけちょっとね注意が必要となります。実行しましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、うまくいきました。お答えは以上になります。ここまでご覧いただきありがとうございました。まあこれスイッチ文の練習ということなんだけれども、スイッチ文をあえて使わない場合はどうなるかな。スイッチなしでやる方法ちょっと考えてみましょうか。ポインター配列を使いましてね、A から J までの各変数のアドレスをこう取りまして、ポインター配列としました。それで for文の中でこうですね、ポインター配列の N 番目が指すところに getch の戻り値、入力された文字を書く、実行しますよ。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 入力が終わりまして、変数 A に U が入ってます。 B にもね、 C にも D にも J にも入ってます。はい、こんな感じですね。ポインター配列ちょっと難しいですが、プログラムが非常にこの短くなりますね。ポインターの勉強はまだこれからという場合もあるかもしれませんが、将来的にこのようにですね、プログラムを短く書くことができるようになりますよと、そういうふうにお考えいただくといいかなと思います。付録動画まで見ていただきありがとうございました。